はい、おはようございます。だいぶね、天候の方が崩れてきてますね。今あのヤフーの天気予報を見てるんですが、避難指示が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、和歌山県、だいぶね、西の方から天候が崩れてきているようです。私が住んでいる、東京都世田谷区も、今朝ね、ちょっと晴れ間が覗いたんですが、相当風が強いです。西の方の方ね、災害に遭われた方、お気をつけください。とても心配しております。大阪はね、もう雨の確率 100%、 高知も 100%、 東京はね 60% なんですが、朝必ず多摩川の河川敷にね散歩に行ってるんですが、まあ相当風は強かったです、ね、これから天候崩れると思うんで、まあ、お買い物などはね午前中のうちに済まされたらよろしいかと思います。なんともね、こういった状況の中、今年は梅雨も長いようで、大変な状況が続くと思いますが、お家でね、お仕事されている方多いと思います。十分ね、換気されて、手洗い、うがい、あとはね、アルコールでの消毒など徹底していただければ、ウイルスのね、沈静化にも、そして最終的にはね、感染者がゼロになることを目指して、みんなで努力していきましょう。それでは、私も十分気をつけていきたいと思います。それでは失礼いたします。